コンパクトで持ち運び簡単な卓上糸のこを使ってみましょう。初めて糸のこを使うときは、こんな小さな板で試し切りをしてからやってみましょう。板にはこんな線が書いてあります。この線に沿って切ってみましょう。糸のこの黒い部分に矢印があります。ここのところに線がまっすぐになるように当てます。スイッチを入れます。両手をしっかり添えてまっすぐにしてみましょう。曲がり角が来たらゆっくり曲げます。しっかり押さえながら曲げてください。この時糸の子が上下に振動していることを確かめてください。曲がり角まで来たらまたゆっくり曲げます。そしてまっすぐに切っていきます。矢印が見えてきました。切り終わったら止めます。曲がったりします。強く押すと壊れますので気をつけてください。必ずまっすぐに振動していることを確かめましょう。特に曲がり角は横に曲げるのではなく、板を回しながら曲げていきます。もし線からはみ出してもまま切ると壊れてしまいます。線から大きくずれても気にせず、そのまま切ってください。糸の子が壊れずに切れました。線からずれていても構いません。とても軽いので教室に持って行って授業することもできます。ただし、アームタイプのものに比べて、刃がこのように曲がります。無理な力を入れて、曲がったまま押していくと、刃自体が曲がってしまいます。しっかり押さえて、軽く押しながらゆっくりと使っていきましょう。